Hello, I'm Steve Bloom, Chief Executive Officer of the Portland Japanese Garden in Portland, Oregon. I'd like to welcome you as we host a commemorative Japanese tea ceremony to reflect on peace along with our partners, the cities of Hiroshima, Nagasaki, and our very own Portland. This year marks the 75th anniversary of the end of World War II. This milestone is particularly important to those cities, Hiroshima and Nagasaki, shattered to ruins by the atomic bomb 75 years ago. They were said never to be able to get back up on their feet for at least 75 years after the bombing. Now, of course, both cities are thriving way beyond full recovery, bustling with a bounty of culture and art that have survived the fires of war, thanks to the local people's perseverance, resilience, and creativity. Using the Japanese art of tea as a thread that connects our relationships and hopes together, three mayors have come together to offer a moment of quiet contemplation over a cup of tea for hope and for long-lasting peace. As a garden born out of people's hope for peace and friendship between America and the world, we are extremely honored to host this virtual tea ceremony with the three cities that share the highest ideals of peace in celebration of the United Nations International Day of Peace on September 21. If you are watching this at home or somewhere you feel comfortable, I would encourage you to also join us and have a quiet cup of tea in whatever style you choose. We believe we come together in thought for shared peace around the world. This tea becomes the true cup of humanity. Thank you, and peace to you all. ご多忙の中を平和記念茶会にようこそ来ていただきました。ありがとうございます。今日の掛け軸は、今日のお席にですね、ぴったり合う掛け軸をと思いまして、日一日をありのまま全てを受け入れたら口実だという意味で、今日の茶会にどうでしょうか、ぴったりの言葉だと思って、ね、はい、今日はいろんな意味で、はい、今日一日もそうですけど、はい、この数日間も長崎たくさんの皆さんがお越しくださって、本当に今日、はい、素晴らしい日が続いてますので、今日にふさわしい掛け軸だと思います、はい、お花の方もですね、水引きと無垢芸で、はい、うつつらの刷毛になっております。ああ、そうですね、これもまたふさわしいお花かなと思っております。この場所にふさわしい、はい、そうですね。でこのタバコ入れをお出ししたのはですね、どうぞ気楽にお茶を一服っていう意味でタバコ本を出させていただきました。これはガギウでですね、詐欺の絵がついております。でなんか長崎にちなんだお道具をということでしたので、まあ、それぞれ品々を出させていただいております。
ありがとうございます。今から一服差し上げたいと思います。本当にいい場所ですね。そう、静かですね、うん、ちょっと暑いございますけども、出前頂戴いたします。こんにちは。長崎市長の田上富久です。アメリカ西部では大規模な山火事が発生し、お亡くなりになられた方々もいらっしゃるとお伺いをしています。犠牲になられた皆様のご冥福を心からお祈りいたします。そして一日でも早く山火事が収まって、ポートランドの皆様に平和な日常が戻られることを心から願っています。さて、ポートランド日本庭園は自然に対する思いと世界平和への願いを表現する場所として作られたと伺っています。長きにわたり日本の文化を大切に育んでいただくとともに、アメリカと日本の文化交流の架け橋として様々な企画に取り組んでいただいていることに心から敬意を表します。今年は2020年被爆75周年という重要な節目の年です。しかし新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大によって、さまざまな行事が中止や延期を余儀なくされています。このような中で、アメリカのポートランド市と被爆地である日本の長崎広島を結んで平和を願うお茶会を開催する機会をいただいたこと、長崎市民を代表して心から感謝をいたします。お茶会を開催しているこの場所は、長崎市の史跡に指定されている新田庵という場所です。新田庵は17世紀に中国から来た賀朝信という人が建てた別荘です。今の建物は当時のものではありませんが、かやぶき屋根や日本庭園などの風情を残しながら現在まで受け継がれています。古い書物によると、この賀朝信という方はとても心の広い方だったそうです。この新田庵、心の田んぼと書きますけども、この新田庵という名前も、人は地位や名誉や財産よりも心の中の田畑を耕すことが最も大切なことであるという彼の思いから生まれた名前だそうです。思いやりやいたわりというのは平和につながるとても大切な人間の気持ちです。広い心が大切であるということを伝える場所として、長崎市民が大切にしているこの新田庵で長崎平和記念茶会開催され、そして茶道を通じてかけがえのない平和を感じ、そしてそれが世界の平和を考える、世界恒久平和の尊さについて考える、そういう機会につながればと思います。平和を作るために私たち一人一人にできることはたくさんあります。国を越えて人と人との交流をすること、そしてお互いの異なった文化を知ること、これは平和につながる大切な道だと思っています。これからも被爆地長崎から平和の文化を、そして日本の文化も発信し続けていきたいと思います。ポートランド市、そして広島市の皆さんと一緒に文化交流を通じて平和の大切さについて考える、そしてその道を進んでいくことで核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現につながっていく、そういう取り組みを
皆さんと一緒にこれからも続けていきたいと思います。よろしくお願いします。よくお越しになりました。どうぞ。お茶ね、ありがとうございます。話を聞きましてね、せっかくならお茶のいい、うん、やっぱりお茶のこの静かな雰囲気とてもいいもんですからね、せっかくなら味わっていただこうと思ってよくお越しになったんですけどもですね、夢というのは代々の諸子方がとても大事にしてきた一時なんだと。いうことを書いてるんですね。で、まあ夢のように儚い人生、その世は夢のように儚いけれども、だからあんまり執着しちゃいけないというのことを言うのと、もう一つはですね、これがいいなと思うのは、また新しい世界を開いていかなければいけないというような禅のことだ。だからちょうどこれはいいかなと思います。はい。片沖は今の全日御殿と国大寺があったところの墓石が下に埋まったのをですね、山本先代が掘り出して削ったんです。仏さんを、あ、これを、これで、仏さんを先代が削って、原爆の墓石を削って仏さんを先代がしてるんです。あ、そうなんですか。やっぱりみんなそれぞれの思いで被爆のことを、まあ、文化的にも残そうとして。あ、本当だ。いろいろ考えておられますね、残すのね。広島市長の松井和美です。まずはじめにポートランド市ではアメリカ西海岸全域に広がった山火事の二次災害に見舞われておられることに心よりお見舞い申し上げます。一日も早く平常の生活に戻られますことを記念いたしております。本日は国連が非暴力や敵対的な行為の停止を世界に呼びかける国際平和デーです。この機会に平和記念茶会をご提案いただきましたポートランド日本庭園財団をはじめ、その実現にご尽力いただいた関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。広島は今年今から75周年となる節目の年を迎えました。一発の原子爆弾により立ち上ったキノコ雲の下で町は破壊し尽くされ、何の罪もない多くの命とともに長い歴史により育まれた文化も奪い去られてしまいました。そうした中、本日茶会を開いていただいた上田総古流では、戦国時代の武人にたしなまれた武家茶道の伝統文化を広島の地で受け継ぎ、
たゆまぬ努力により現在も通じる形で再構築されております。茶の魅力はゆったりとした空間で内緒し心の静けさを取り戻すこと、また主人と客人が一服のお茶を通じて互いを敬うことで、そこに和が生じるところにあると思います。新型コロナウイルスという新しい脅威に立ち向かい、非人道性の極みである核兵器をこの世から消し去る道筋をつけるためには、人々が多様な価値観を認め合いながら共に生きる世界を目指し努力を重ねていくことが必要です。本日は日米三市の市長がそれぞれの場所で静かな心を持って平和を記念いたしました。平和そのものについての話し合いや行動が人々の普段の生活の中でごく自然に行われるようになればと思いますし、広島はそうした世界を作っていくための場所でありたいと考えています。世界平和の実現に向けた皆さんの思いが一つになることを願っております。Such beautiful light right exactly. now. Exactly. Yeah, exactly. It would come perfectly. It is. Thank you so much. Good evening. It's truly a gift to be in this space today, given what our city and what our region, and indeed what the entire planet has experienced recently. These last few months have been trying for many of us. The challenges we're all experiencing and had to overcome make the very fact that we're still gathered here on this very day an extraordinary occasion. We're all here as a reminder of great resilience, relationship building, and healing that has taken place for the 7 decades since the end of World War II. Japan holds a very special place in my heart. After having visited in 2019, I had the privilege of experiencing firsthand the grace and hospitality of our friends across the Pacific. In 1959, the relationship between Portland and Sapporo was one of the first sister city relationships established in our nation. Our bond began out of the shared desire for peace, and one of those bonds is represented by Portland's most cherished Japanese garden, a living symbol of peace and reconciliation. We gather in a space that stands as a true testament of what can be accomplished when we foster true mutual understanding and peace. It's in this same spirit of reconciliation and friendship that I express my deepest gratitude to Mayor Kazumi Matsui of Hiroshima and Mayor Tomohisa Tausei of Nagasaki. Thank you for support and for collaboration. People across the world honored peace earlier this week on Monday, September 21st, which marks the United Nations International Day of Peace.
I stand here humbled by what brings us together. And as I reflect on the rich history of the combined effort it's taken to get us where we are, I'm hopeful that we can overcome the present day challenges that we're facing as a global community. We're coming together in peace. Thank you. Well, we just participated in this tea ceremony. It is really powerful, and it represents the bonding of the souls of the city of Portland and the cities of Hiroshima and Nagasaki. So many thanks to Mayor Wheeler for helping out with this ceremony, very important. And thank you also to all the mayors from Nagasaki and Hiroshima as well. You know, 75 years ago, at the end of the World War, there was a lot of strife in the world, as there is today, there's a lot of strife in the world. And I think that it's important to have these ceremonies where you can step back and think about peace and what that peace really means. And even if it doesn't seem like the peace is around us, the one thing to remember and take away from all this is that peace is and should be within us all. So thank you to everybody that helped with the ceremony. Thank you.